でも北海道にオーロラって珍しいですね。珍しいちゃったニュースね。でもなんか北海道にオーロラが出るようになったらますます北海道の観光がね。それなんか GPS と GPS と携帯がなんかちょっとつながりが悪いとか。あ、そうそう、あれなんかで、地場がなんとかかんとかって言いますもんね。そう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 、あ、そうだよ。あ、じゃあやっぱ用ないね。綺麗やけど用ないね。テレビで言った。やっぱちょっと船に乗ることがあってね、船に乗りましたけどね、もう Wi-Fi のどうたらこうたとかもね、やっぱ全然環境が悪くって、ある意味そのデジタルデトックスにはなるっちゃけど、連絡が取れるって聞いとったけん乗っとうのに、あ、これやっぱ船って結構危険やなと思いましたね。ああ、繋がらんけんね。ねえ、いやだけほらその SOS が、いやだけやっぱ最終的にね、ほらあれでしょ、ほらツー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 って、なんて言ったらモールス信号、あれやっぱ最終的にはモールス信号じゃないと繋がらないんですよね。昔のね。そう。だからそういうことになっとっちゃうねと思って。それか船の電波の分がものすごく強いけん、私たちの分が制御されようのかなんか知らんけど、まあ、あ、なかなかやっぱり陸地とは違う。じゃあ、31,700円になっております、はい、じゃあこちらが新しい湯台になっております、はい、いやだからもう今日とかまだこんな人は蒸し暑いですもんね。うん、蒸し暑い。そろそろ秋の格好しようかなと思って、変に厚手の着とったら暑くなるだけ。もうと今日は 服装間違って迷うもんね。こんな厚手の着とったらもうともうなんかぬくに脱げえしみたいな。